はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ前回の続きからやっていきたいと思います。今回の編成はゼータガンダム、仮面ライダーオーズ、メビウス、デンオウ、この4人でいきたいと思います。じゃあとりあえず、岩を爆破しに、これどっから行けばいいんだ。普通に中継地点2でいいんだっけ。ここに出てきて一旦戻る感じか。そうするとここのショートカットから右側の出口か。そうするとまあもうここら辺は雑魚的でしょう。あ、そうだ、メンバーが変わってるから一概にそうとも言い切れない。うわー、強え。バルカンクリティカルが出たけど、いきなりデンをレベルアップしたな。このダメージゾーンもね、やっぱり鬱陶しいっすよね。で、秘密の基地だったな、ここは確か。このまま進んでいって、あれ、秘密基地って敵出ない？全然エンカウント率が上がらなかったような気がするけど。いっぱい出てきたけど先手取ったからいいや、そのまんまで。 OK。 で、岩を爆破と。いや、これ乗り越えられるだろう、どう考えても。スナイパー使いますか？はい。特に何の演出もなく、そのまま家が、岩が砕け散った。終わりかよ。まあじゃあ奥進んでいきますか。あー、なんかショートカットっぽいのがあったけど、十字架はこの先だな。急ぐぞ。勝手に進むか。一方その頃、ヤプールとイカデビルはなぜ悪役にスポットが当たる。ヒーローどもめ、こちらに向かっているようだな。だが行き着く先が自分たちの墓場と知ればさぞ驚くことだろう。処刑人は我が最高の異次元超人、一瞬であの世送りにしてやる。ほう、例の超人がとうとう完成したか。このキューブは私に任せておけ。貴様は自分の研究に専念するのだ。そのつもりだ。それに例のコアメダルも届けねばならん。ふっふっふ、リジスの力は増すばかりだな。おお、そうだ、貴様にあれを託しておこう。いでよ、アルティメット D。 おお、これは DG 細胞となんとかなったのか。こいつは進化に成功した。そう、あのダミードーパントが進化した姿だ。まだ実践テストはしておらんが、かなり強力だ。素晴らしい、喜んで使わせてもらおう。グハハハハ。そんなことは知らず、ここだな。よし、開いた。で、このまま行くと、あれ、中継地点があると思ったけど、何か落ちてるな。地面には錆びたドリルのようなものが放置されている。おい、こりゃドリルじゃねえか。いいもん見つけたぜ。壊れたテルミダードリル。これは戦艦のドリルかな。直すと、一応セルしとこう。直すとドリルが使えるようになるみたいな。さてさて、この先の墓場は、おお、本当に墓場だな。もう墓になんか埋まってるかな。十字架には次のように刻まれている、仮面ライダーオーズ。もう作っててくれるんだ、墓を。仮面ライダーダブル。うんうんうん、これで安心して眠れるな。バルカン使おう。で、攻撃で倒すと。まあきっとみんなの墓を用意してくれてたんだろうな。ということで、まあ鹿として先へ行くか。本当に仕方しちゃってんだけど。まあいっか。あれ、次のエリアに行っちゃうし、しかも。え、いいのか。ちょっとどうしようかな。墓場をもうちょっと調べていくか。なんかあるか。あ、こっちにも行けんじゃん。行けねえし。鍵穴は左右に一つずつある。二つの鍵を見つけないといけないのか。あれ、こっちはいけんな。なんなんだろうな。おいおいおい、ちょっとちょっと、これはどういうことだ。もう少し調べるか。
こっちからは調べらんないし、墓。ドラクエみてえだな。仮面ライダーブラック RX。ないか。とりあえず進むか、そうすると。とりあえずこっち側から来たんで、右に行くとつながる？つながるどころか行き止まりだし、こっち。おぉ、敵が変わってる。ゲバコンドルとか出てきてるよ。バルカン強えなぁ。なんか回復したぞ、あいつ。おぉおぉおい、どういうことだよ。このメンバー的にはどうなんだろうな。おっと、これはあれはウルトラマン。これはウルトラマンレオ。違う、ウルトラマンエース。ここからだとよくわからない。ウルトラマンエースか。ウルトラマンとウルトラマンエースが貼り付けにされている。今助けてやるぞ、兄さん。エース兄さん、ははは、よくぞここまでたどり着いたと言ってやろう。しかし、こいつが倒せるかな？あれ？ウルトラ戦士を抹殺するために作り上げられた異次元超人、その名もエースキラー。こいつは貼り付けにしたウルトラ兄弟のエネルギーを吸収し、その能力を我が物としたのだ。さあ、覚悟しろ。エースキラー自体は喋らない。とりあえず、じゃあ。バルカン、こいつどうしよっかな。これにしよう。で、ウルトラマンはチョップ、スタンはしないだろうな。一応スタン系でいくか。うお、なんだ、何が起こった。負け戦か。9999。完全負け戦だなこれ。おい、何やってんだ。死んじまうぞ。もう死んだよ。ダメだ、強すぎる。エースキラーよ、ヒーローどもは衰弱しておるぞ。今だ、とどめを刺すのだ。その時、ウルトラマンたちの声が聞こえた。俺はもうダメだ。諦めるな、お前たちに私の命を分け与えよう。え、命くれんの、兄さん。エース、お前は消耗が激しい。いや、俺も彼らを助けたい。わかった、では行くぞ。おお、何かが注ぎ込まれた。二人のカラータイマーからエネルギーの光がヒーローたちに降り注いだ。なんだ、何が起きている。兄さんたち、力がみなぎってくる。ヒットポイントが全回復しました。ん？エースキラー、何を戸惑っているんだ。ん？相手は目の前だ、早くやってしまえ。いや、ヒットポイントが回復したところでさ、結局9999くらったら意味ねえだろう。とりあえず強烈な一撃、メビウスチョップのこれ食らえ。エネリウム光線、おお、弱体化してる。メビウスチョップ、オッケーオッケー。ヒールレインって誰か持ってたんだっけ。もうそれすらわからない。ビームコンフューズは全体か。ハイメガランチ上がるな。こいつも攻撃役か。で、ウルトラマンはまあ普通に攻撃だろう。電王か、そうするとヒールレイン持ってんの。うわ、330か、ちょっとディフェンスだな。で、こいつはもうずっとヒールレインになんな。うわー、マジかー。ウルトラマンアシストアンクでヒールレイン。とりあえず先にヒールレインは打てるから。うお、死ぬ。ウルトラマンマジピンチだ。攻撃にして、こいつも攻撃して自分で回復するか。死なないことを祈る。304か。うお、危ねえ。
強えなこいつ。あとなんかあるかな。30も使うのかよ、アシストアンクとか言ってすげえ使うな。とりあえずディフェンスしつつヒルレイン。うわマジか、きつすぎる。タイミングランチアウト。でこいつは攻撃して、ウルトラマンも攻撃できんな。メビウムシュート。ヒールレインと346、死なないよな食らっても。うおエメリウム光線は結構あれだな、命中率が低い気がする。捕まえた、くらえ、当てる、そこだ。とどめだ。これでいくつ当たるか。496。あんまり強くないんだけど。これでいくつ当たる。705。くらえ。375。攻撃力が元に戻ったか。バルカンのこいつは結構強いな。一番攻撃力の高いやつ、メビウスチョップ、メビウスキックの方が強いかな。結局デフは回復役になっちゃったな。うわ、でもそろそろ倒せそうだぞ。このまま押し切る。おお、いいね。押し切れんな攻撃で。ウルトラマンも攻撃に入ろう。仮面ライダーも攻撃していいんじゃないか。最後お前に花を持たせてやろう。エースキラー、ご退場か。お、鍵を手に入れた。おのれ、だがしかしこれで終わったわけではないぞ。エースキラーは何度でも蘇る、覚えておけ。マジかよ。右側にもなんかいるってことだな。そうすると今左側にいるから、でウルトラマン仲間になるのかな、どっちか。2人はね多分仲間にならないと思うんだよね。ゼータガンダムたちはウルトラマンとウルトラマンエースを救出した。兄さん、エース兄さん大丈夫ですか。すまない、ウルトラ戦士にあるまじき失態を。そんなことはありません、兄さんたちのおかげで勝てたんです。いいのだ、今は力を合わせて戦う時だ。はい、それよりエースだ、私よりもダメージが大きい。俺のことは心配するな。エース兄さん、その体じゃ危険です、拠点に行きましょう。拠点？そこで治療ができるのか。よし、エースを運ぶ役目は私が引き受けよう。まあ、一瞬で戻れるけどね、運ぶっていうか。深手を追っていたエースはウルトラマンによって拠点に運ばれた。え？運ばれたってそのまま運んでったの？自分たちも帰ろう。デブラーで、ブリーフィングルーム行って、なんだ俺に見せたいものがあるって。いや、そんなことよりウルトラマンとウルトラマンエースだよ。ゼータガンダムたちは壊れたペルミダードリルを渡した。おお、ドリルか。うまく修理できればライドマシンに装備できそうだな。それだけかいな。話をする。全部で十字架はいくつあった。他にも貼り付けにされたウルトラ兄弟がいるはずだ。急いで救出してくれ。あ、それだけね。チップ報告をしていこう、ついでだから。何にもない。一応セーブをしていくか、せっかくエースキラー倒したんで。じゃあ次は右側か。中継地点が新しくできたんで、こっからすぐ行けるかな。じゃあ右側に行きますか。ここが真ん中で鍵を一つ手に入れたから、こっちにもウルトラ戦士がいるってことか。そうすると
あれ、ここは行き止まりだ。なるべくなら消耗はしたくないんだけど、いっぱい出てきたな、よりによって。こいつが鬱陶しいからな、ゲバコンドル。先に倒しとくか。結構食らう。ゼータの通常攻撃はやっぱり弱いな。あんまり行き過ぎるとまたイベントが始まっちゃうからな。ここか？一回ヒールレインで回復しとこう。で、ゴー。いる。あれは誰だ今度は。なんかウルトラマン変わんないんだけど見た目が。これセブンでしょ、ウルトラマンセブン。右側のやつは。左誰だこれ。十字架にはウルトラマンセブンとウルトラマンジャックが貼り付けにされている。ジャックか。セブン兄さん、それにジャック兄さん。ふふふ、ここが貴様らの墓場だ。あ、誰だ。ガッツー人じゃないか。我々はいかなる戦いにも負けたことのない無敵のガッツ星人。もう一人いるしょ、ほら。貴様らの能力データは今までの戦いからすでに分析済みだ。まずはウルトラマンゼロ。セブンを親に持つ若きウルトラ戦士。主な武器は2本のゼロスラッカー。次にオーズ。大メダルの力によって戦う仮面ライダー。状況に応じて様々なコンボを使い分ける。ダブルオーは2機の太陽炉を搭載したガンダムだ。なんで解説してくれるんだこいつ。ツインドライブシステムの生み出すパワーは計り知れない。ビビってんじゃねえかよ。そしてウルトラマンメビウス。必殺技はメビウムシュート。その熱戦はあらゆる金属を貫き通すだろう。さらに仮面ライダーダブル。おい、いつまで続けるつもりだ。地球の記憶、ガイアメモリの力によって。ち、いい加減にしろ。こっちから仕掛けるぞ。なんだこのコントみたいなやりとりは。2体かガッツ星人だから。そうすると、まあまずはどっちかから倒していくっていう感じになるかな。ハイメガランチャーで、こいつ必殺技が使えるな。オーズバッシュを使ってこう。ちょうど全体攻撃だし、スタンはしないだろうけどな。一応やっとくか。よし、これでどうだ。えらい。あれ、分身した。回避率が上がった。マジか。うわー、クリティカルが出た。とりあえず右はほっとこう。倒せそうだな。ガッツ星人弱っ。こいつはザコいな。うわー、うおー、回避率が上がってるからめっちゃかわされるんだけど。ヒールレインじゃもう完全に追いつかねえな。弱っ。マジ弱っ。経験値エースキラーより持ってんだけど。2体いたから簡単に手に入れたな。さあ今助けてやるぞ。オーケー。これには巨大ヤプールも簡単だろうな。お前ら弱すぎだろうみたいな。ゼータガンダムたちはウルトラセブンとウルトラマンジャックを救出した。セブン兄さん、ジャック兄さん、大丈夫ですか。あ、ありがとう。大丈夫だ。これぐらいで倒れるような私ではない。よかった。しかし、ジャックが貼り付けにされる前の戦闘で。いや、これぐらい平気だ。ジャック、無理をするな。お前のダメージは大きい。それなら、拠点で治療を受けてください。設備が整っているから大丈夫です。よし、私がジャックを運ぼう。場所を教えてくれ。いや、すぐ戻れるよ。キュイーンってワープで。深手を追っていたジャックは、ウルトラセブンによって拠点に運ばれた。あれ？鍵？手に入れた？ちょっと、忘れちゃったけど、メッセージを。鍵手に入れてあるか？貴重品を見てみましょう。これは違う。メビウスのロイヤーを開ける鍵。ああ、あるあるある。じゃあ、これで真ん中がいけそうですね。という前に、一旦戻りますか。OK。で、ブリーフィングルームで。ウルトラマンとかウルトラマンセブンはスルーか。まだウルトラ兄弟がいるのか。多分真ん中に行くといるような感じかな。
というところで、じゃあ次回はあの牢屋のところの、牢屋じゃなくて墓場か、墓場のところの真ん中の扉を開けていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。